参考、著者不詳、化け物絵巻にある、道の区国の鬼婆ば。少者を死なせたり墓を暴いたりして、死体を食べたとあり、同じ東北地方の妖怪である本校の放送バーと関連しているとの説がある。放送バーは、江戸時代の女流文学者、ただのサネカズラの著書、欧州話にある妖怪。宮城県に放送を流行させ、病死した人間を食べたとされる。 文化年間初期、七ヶ浜村大須で放送が大流行し、多くの病死者が出た。それと共に、病死者たちを葬った多くの墓が荒らされ、遺体が盗まれたり、何者かに食い散らかされるようになった。村人たちは遺体を土に深く埋めた上に大きな、重しを乗せ、真除けの祈祷をするなどしたが、それでもなお重しを取り除いた上で、墓は荒らされた。そのような事件が多発するうちに、 人々は、放送バーという化け物がおり、死人を食べるために放送を流行させて、人々を病死させていると噂し始めた。そんなある時、村の名主の三人の息子が放送で病死した。名主は我が子たちだけは、放送バーに食われまいと、十数人がかりで運ばせた、大きな重しをかに乗せ、夜は銃を持った漁師に番をさせた。はじめは、何事も起こらなかったが、 数日後の晩、化け物をおびき寄せようと漁師が明かりを弱めたところ、土を掘り返す音が聞こえてきた。漁師が忍び寄ると、相手は、轟音とともに木々をなぎ倒して駆け去った。遺体は無事であり、それきり墓嵐が起きることはなかった。それから数年後のこと。町で、買い物中のある老女が山の方を眺めていたところ、突然驚いた様子で失神してしまった。人々に、 解放されて気がついたものの、何事があったのかと尋ねられても何かを恐れている様子で、決して理由を話そうとはしなかった。さらに数年後、老女がようやく重い口を開いた。あの時、山に化け物の姿を見たということだった。それは、顔が赤く、頭が白髪で覆われ、身長が一条もある老婆のような姿で、あれこそ、放送場と思った老女は恐怖のあまり。 失神してしまったということだった。ありがとうございます。